やめなよ、小太郎。危ないよ、火。危ないぐらいじゃないと面白くない。負け死んでも知らないから。綺麗。うん。楽しいのは久しぶりだ。僕はそう思う。きっとみんなもそう思ってる。こんな日が永遠に続けばいい。そう思っていたけど。おお、いた。おおおお、やめろやめろ。なんだお前ら。離せ。逃げろ。逃げろ。逃げろ。ちょっと待て、おい。俺たちの夏、そして冒険はいきなり大ピンチを迎えていた。襲ってきてやっべえ奴らだったよな。タマの知り合い？全然知らない人。ここまで逃げればさすがに追いかけてこないか。空いてるっぽい。今日はもうここへ寝ようぜ。やめてよ。どうしたの？いや、あ、流れ星。どこ。どうか素敵な彼ができますように。俺は素敵な彼ができたら即終わり。知って。ミミは何お願いしたの？いつまでもみんなと一緒にいられますようにって。レオは？あ、俺もそんな感じかな。よし、中入ろう。あ、先入ってて、ちょっとパトロールしてくる。オッケー、先行こう。寝れるからうわーってならない？あんまなんないか。あーでも落ち着くなって思う。何？レオとミミはもう熟年夫婦あるよね。何それ。そっちこそ毎日喧嘩するけどちゃんと仲直りするじゃん。あ、ここ来てから一回も喧嘩してない。すごいじゃん。私もこのまま家出ちゃおうかな。みんなと毎日一緒にいたい。今のタマすっごい可愛い。でもお家の人心配してない？愛情過多？私箱入り娘だからな。何してんの？散歩。なんか探してなかった？いや。りょうりょうりょう、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけどさ。どうしたそんな改まって。
なんだよ、オスのくせに。実は俺さ、浮気しちゃった。え、マジで？本当にオス丸出しじゃん。うん。タマはまだ知らない。がっつり浮気じゃん。出来心だったんだよ。好きなのはタマだけだし、なんかこうつい魔が差したっていうの。いや、それ今一番世間で叩かれてる言い訳だぞ。こういうのってさ、バレなかったらいいのかな、バレないもんなのかな。でも正直に謝った方がいいのかな。でもその方がタマ傷つかない。タマ、何今の、ね、聞いてんの？本能というか。その女誰？それは…ちょっとタマ落ち着いて。早く言えよ。ちょっと待って。さて問題です。今日は何時間で仲直りするでしょうか。これは時間かかりそうだね。だね。あのさ、もしかしてこれ？どうしてそれ？ここに来たのはこれを探すためだったの？なら、なんで浮気なんてしたの？ごめん。謝って済むことじゃない。悪い。謝り方を変えて済むことでもない。じゃあどうしたらいいんだよ。分かんないよ。分かんないからこうなってんの。仕方ねえな。仕方ないに。ほれ。ほれ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 。浮気しちゃった。やめろやめろ。なんだお前ら。こんな。どうして。俺たち猫の冒険は再び大ピンチ。にゃー。